話？おお、なんかつかめたのかな。ふん。たく、頭に来る野郎だぜ。実は今回の事件、もう大体のところが読めちまったもんでな。まずはあんたにご報告をと思ってね。大体のところが分かったか。肝心のところが分かってないやつのセリフだで。なんだと？俺のことを疑ってるんなら、まずは俺がこの列車に乗っていたっていう証拠を持ってこいよ。すべての話はその後だ。そうだろ？こいつの言う通りだぜ。まずはこのアリバイを崩さねえと。くそ、被害者が命がけで残したあの文字が無駄になっちまう。どうやら話はお芝居のようだね。両切りの外国タバコ？あれは確かバージニア派。かなりのヘビースモーカーだな。まずは容疑者の行動を把握しねえとな。同じ列車に乗っていたとして、自分の部屋以外のどこにいたんだろう。客車の乗客に紛れていたのか、それとも。いけ！なんだ？それが突然ひらめいたんだ。あとはよろしく。おい！しかし、なんだよこれは。でもこの形、どっかで見たことがあるんだよな。こらこら、勝手に現場に入るな。特に怪しいところはねえみてえだ。ん？これはタバコの葉。こんなところに何時間もいたんじゃ、タバコの一本も吸いたくなるぜ。しかし少々迂闊だったな。灰と吸い殻は始末できても、細かい葉っぱは現場に残る。なんか匂うな。トイレだから当たり前か。なんか匂うな。この匂い、どっかで嗅いだ気がするな。
そうか、さっき木戸さんの部屋で。間違いない、あいつのつけてたコロンの香りだ。ああ、ダメですよ、勝手に入っちゃ。だあ、その表の張り紙が見えなかったんですか。立ち入り禁止ですか。警部さんの指示なんですから守ってもらわないと困ります。他の皆さんにも別の車両のトイレまで行っていただいているんですから。ああ、そうっすか。となると、やはりあのタバコの葉は青森駅に着く前にここに落ちたということに。バージニア派の白図、木戸さんが吸ってたタバコの葉と同じ種類のもんだぜ。今こんな場所を調べてる場合じゃねえ。この形、さっきの。やっぱりそうだ。ここに書いてある図形はみんな切符の切り口だったんだ。どうりで見覚えがあるわけだぜ。そうなると上のは、スタートから2番目のこれだな。待てよ、この列車の時刻表があれば全部の駅がわかるぞ。そりゃ浅輪さんが。浅輪さんの部屋だ。いないみたいだな。引き出しがあるな。確かこの辺りにスピード時刻表が。あれ、スピード時刻表がなくなっている。浅輪さんが持ち歩いているということか。くー、とにかくこれで楽ができなくなっちまったぜ。すべての駅の切符を実際に目で見て確認しねえと。全ての駅の切符を実際に目で見て確認しねえと。切符？はい。ああ、この切符は自動改札を通過してるな。うん、これじゃ切り口の形が確認できねえ。ありがとうございました。切符をお返しします。切符？別に貸すのは構わないけど。東京か。これはまだ見てなかった。
切符？貸すだけでいいの？大宮か。これはまだ見てなかったな。切符？これをお貸しすればいいのかしら。宇都宮か。これはまだ見てなかったね。切符？はい、どうぞ。黒磯か。これはまだ見てなかったな。切符？見たら返してくださいね。郡山か。これはまだ見てなかったね。切符？いいわよ。なんか面白いことしてるみたいね。福島か。これはまだ見てなかったね。ああ、これでいいの。仙台か。これはまだ見てなかったね。切符？やだ、絶対に貸さねえ。なんちゃって、はい。一ノ関か。これはまだ見てなかったね。出るか。ねえ、見た？4号車のトイレがようやく使用中じゃなくなったと思ったら、今度は立ち入り禁止ですって。失礼しちゃうわよね。ずっと使用中だったんですか？そうよ。あそこのトイレっていつ行っても誰か入ってたもの。そういえば最後に使用中のトイレに行ったのはいつですか？野辺地を出た後に行ったのが最後ね。その時もまだ使用中だったから、諦めて眠っちゃったの。よく眠れたな。全員に片っ端から切符を見せてもらうしかねえか。切符？いいですけど、そんなものが何か捜査の役に立つんですか？一の部か。これはまだ見てなかったね。切符？いいけど、遊んでないでちゃんと操作してくれよ。二戸か。これはまだ見てなかった。切符？どうぞ、頑張って早く解決してね。湯冷めしちゃうから。
湯温泉か。これはまだ見てなかったな。切符、どうぞどうぞ。大変ですね、探偵さんも。三戸か。これはまだ見てなかったな。切符？おお、あんたが噂の切符探偵だな。うん。ほれ。八戸か。これはまだ見てなかったな。切符？おじちゃん、これでいいの？三沢か。これはまだ見てなかったな。切符、待ってろ、すぐ出っから。あれ、ロヘジか。ほら、まだ見てなかったな。切符あるかな。あった、はい。小湊か。これはまだ見てなかったね。切符？あいよ。ああ、湯あたりしちゃった。神林温泉か。これはまだ見てなかったな。神林温泉に行くつもりだったのに乗り過ごしちゃったんだ。そいつは災難でしたな。多分しばらくはここに拘束されることになりますよ。ああ、そうなんだ。あんた、警察の人？いえ、私は探偵ですが。参ったな。トイレなんか行くんじゃなかったよ。あ？トイレっていつ行かれたんです？だから神林温泉に着くちょっと前だよ。温泉で催しちまったら具合の悪いことになるってんでさ。それで乗り過ごしてりゃ世話ねえよな。そんなに悔やまなくても。ああそうだ、トイレはずっと使用中だったんじゃありませんか？え、いやそんなことはないだろう。だってうちの家内と娘が行ったもの。俺もあん時に一緒に行ってりゃこんなことにはならなかったんだ。それいつです？確か小湊を出た直後だったな。きっと今頃は二人であったかい温泉に浸かってるんだろうな。あんた置いていかれたんかい？